ブルガリア、火山落近くのバラの谷でバラを積む農民の様子。1870年に、フェリックス・フィリッピ・カーニッツによって描かれた。バラの谷は、ブルガリア中部の地域で、中央バルカン山脈のすぐ南にあり、銅山脈とスレドナゴラ山脈に挟まれた一帯を表す。ストリアマ川とトゥンジャ川の二つの川の渓谷がある。渓谷は、バラの生産地としてよく知られており、 バラはこの地で数世紀にわたって栽培され続けてきた。ブルガリアはトルコと共に香水に使われるローズオイルの世界最大規模の生産地の一つである。バラから抽出されたオイルは香水用として世界的に使われている。ローズオイル生産の最大の拠点となっているのはバラの谷の中央に位置するスタラザゴラ州の町火山楽であり、この他にもカルロボ。 そこと、カローフェルなどの町が生産拠点となっている。毎年、火山落では、バラとローズオイルを祝う、バラ祭りが開かれる。バラつまみは、毎年5月から6月にかけて行われる。この間、一体は、バラの良い香りに包まれ、多様な色のバラに覆われる。バラを集める作業は器用さと忍耐が必要で、かつては女性の仕事であった。 バラの花は一つ一つ摘み取られ、柳の籠に入れて上流所に運ばれる。下バル関渓谷の地図南極大陸、サウス、シェトランド諸島のリビングストン島にあるローズバレー氷河は、ブルガリアのバラの谷にちなんで名付けられた。バラ渓谷とも、デジタル大事線の解説、コトバンク、2018年8月27日閲覧、ブルガリアのバラ渓谷が復活。 2009年2月4日閲覧。ブルガリアエクスペクツレコードローズオイルプロダクション。2009年2月4日閲覧。ありがとうございます。